最初は、日本の士族の一つ。関武平氏義文流土石氏の所流で、鎌倉幕府に仕えた、土井種平の孫である、小早川影平の子、小早川喜平の後栄で、竹原小早川氏の諸子家の一つである。関武平氏義文流土石氏の流れを汲む土井種平の子、縁表が、秋国沼田総治当職に赴任され、養子、境内乱がこれを継ぎ小早川氏を称した。 小早川茂平の弟、小早川貴平の子、小早川貴安氏が、現在の広島県三原市山都町上草井を領して、草井氏を称したのが始まりである。さらにその娘、千代鶴が、竹原小早川家初代当主、小早川正影の性質になったのをきっかけに、草井氏は、竹原小早川氏の諸子となり、竹原小早川家の一翼を担うことになる。竹原小早川氏。 第11代当主、後継が、着手、後兵へ当てた置文の中でも、越中、こなし、草石は、一回地族で別分の所領を持つ、諸子家であるから、これらの家とは決して仲たがいをせず、よくよく目をかけること。法久氏も、また一回地族であり、越中などに使えこなしより書く上である。と述べられている。また、後に、竹原小早川家14代当主、 小早川高景に仕えることになり、その子孫は、長州藩、広島藩、足森藩にそれぞれ仕えることになる。還元3年1月17日、小早川貴平は、慶太良より、秋国沼田新庄内、臭い黒谷、吉名浦、及び相模北成田富士大作屋敷田十町のうち一町を、譲り受け、現在の広島県三原市大和町植草井にしろを、築いた。 これが、臭い氏の始まりである。その後は、竹原小早川氏の諸子家として、江戸時代まで活躍した。応仁の乱において、応仁二年に、臭い被弾、守る、三河守る、泉守るは、小早川貧乏神に従い出陣。文明十二年、臭い倉人は、室町幕府第十一代将軍、足利義澄から上納金を受ける。草井泉守ると草井小次郎は、 文明15年備前福岡合戦に出陣した。そして、天文14年、小早川高景が、竹原小早川家の当主になってからはこれに仕え、工事元年、草井藤七は、五福島の戦いにおいて、高景をかばい、討ち死にした。この事件後、草井氏一族は、高景の恩を受け、重臣として徴用される。A61 年には、 草井式武将優は高陰に従いた田良浜の戦いで筑前に出陣している。草一族は小早川高陰の死後もしくは小早川秀明死後、秀明の親類にあたる木下家やを年家、野見氏の家臣になった者、三原氏に陰性した者がいた。昭和51年3月21日、広島県三原市山和町を植え草井に、 中世武士団蔡市発祥の地間という記念碑が建てられている。記念碑の一部には、岡山市在住の蔡建造、小早川博士の漁師と地元会員により、この地一帯に参損している。五輪島は皆、蔡一族の歴史であることが解明された。この史跡の伝承、地区の発展、蔡一族の異例のために、有志の協力のもと混流するとの旨が記されている。 ありがとうございます。